ラジオネーム三平。有吉さん、吉報です。不衛生なカバこと、恵比寿吉和67歳が、女性自身のウェブサイト上にて、有吉さんいじりのうまさ、有吉さんのいじりのうまさを絶賛してやがりました。そうね。うん。テレビのいじりはいじめにはならない。いじってる人はとても頭が良くて、すごく気を使っているんです。いじりがうまいのは有吉さんや東野さん。強い口調で言ってるけど、愛があって面白くて、言われてる本人はね、毒にさえ感じないんです。あれ？田川陽介の名前がねえな。おい、田川！お前、恵比寿さんの言いたいこと、わかるよな。毎週毎週、テレ東の旅番組で兄貴ずらして、年上の恵比寿さんを雑にいじってっけどよ。お前は愛がなくて、気も使えなくて、つまんなくて、ちょっと出っ歯で、笑顔がうさんくせえ、いじりべたなおっさんだと思われてんだよ。お前がいじっていいのは、枯れた盆栽と汚えチンポだけだよ。バスから降りてな、徒歩で帰る。ああ言ってないんだ。そうか、これはエビちゃん嬉しいわ。エビちゃん、エビさんのことエビちゃんって呼びますか。もうエビさんとはもう何年も7年8年ぐらい前、アリケンっていう番組で ねよく討論会みたいなやっててね、僕も1回出させてもらいました。 1,2 回ぐらい出させてもらいました。もう60超えてたエビスさんになってぶん殴ったりね、びっしびし言ってたよね。びっしびしね。だって話したもひどいんだから、ね、ひどかったね。日本がもう、日本がもう暗黒街にないみたいなこと言ったりとか、ギャンブルギャンブルでね言ってたから、結構ビシビシ二人でやってましたけどね。やってて、でもこういう風に恵比寿さん言ってくれてますよ。それに比べて田川陽介、田川陽介さんいじってるってイメージないし、ないですよね、別にね、面倒見てるっていう感じ。言ってたらあれですよ、若手の子たちはっつってたんですよ。若手の人たちは結構あんまちょっと愛が感じないんですよねっつってた。助かる。なんかあげとこう、恵比寿に。恵比寿さんに、気分いいからあげとこうと思う。